さん、いやードリアカね高いっすねドリアね <laughs> 来年120万ですからねうんまあ速っ塾安いっすからね、はい、でまあまあやんない人がほとんどなんですけどそう自信がないっていうね実は今、まあ、ドリアカセールスしてるのであの入学願書提出していただいた方の中でもう久保さんが今回言ったもうドンピシャっすね 自分の商品が売れる自信がないという、あの、お悩みいただいてますけど、これ自信がなくて当たり前なんですよね。当たり前じゃないですか。やったことがないことに自信があ,あるのかっていうとうん、やったことがあっても自信ないですから。やったことがあったとしても、めちゃくちゃ練習したとしても、お自信はね、ないわけですよ。どういうことかというと、 今年東京オリンピックがあ延期になりましたけど、じゃあ、うん、全員の選手はね、じゃあオリンピックで金メダル取れる自信ってありますか特に柔道なんかお家芸って言われてるわけじゃないですか。柔道ね。柔道で日本一、つまりそれは世界一だみたいに言われてるわけじゃないですか。じゃあ、<laughs> めちゃくちゃ練習してね、日本のトップ優勝したとしてもオリンピックで 俺は絶対金メダル取れる自信しかない、100%自信しかないっていう人いますお国のね、プレッシャーだったり、国民のプレッシャーだったりとか、いろんなそこにプレッシャーがかかって、不安ありますよ。不安がないっていうのは、人間じゃないですね、もはや。だけど、そこで、そこを打ち勝つために、オリンピックに向けて練習するし、オリンピックに向けて、あの、努力するし、それが当たり前のことですよね。でも、本番はみんな不安ですよ。 でもその不安に打ち勝つためには前に進むしかないし、試合に出るしかないし、あの戦うしかないんですよ。うん、だからその、土俵に,土俵に出ない限りは、何の結果も出ないってことですね。負けるのか勝つのかっていう。そもそも。だから負けたんだったら、じゃあなんで負けたのかなって、あとは、あそこで改善すればいいだけじゃないですか。うん。じゃあその、 柔道でね、ずっと優勝してる人は一度も負けたことがないのかと。ありますよね。多分。生涯において。<laughs> なんか、柔道始めた時からずっと負けなしみたいなね。なわけないじゃないですか。<laughs> だからその負けた時にあ、レスリングの吉田さんでしたっけレスリングの吉田さんも負けた、なんかそずっと勝ってたけど、結局負けた時もあるわけですよ。確か、負けたみたいな、なんかニュース見,見ましたけど。 どっかで。うん。だからまあ、僕たちは人間ですから、完璧もないし、絶対もないし、最初からみんな自信がないわけですよ。で、それって、当たり前のことだし、みんなが持ってるものだし、不安の、不安なんかみんな持ってるし、うん。あの、お金があれば不安がないのかっていうと、 不安もありますよ、みんな。お金を持ってたら持ってたで。うん。ね、税金のことだったりとかね。いろいろあるわけですよ、そんなのは。<laughs> もうあとは、健康のことだとかねおか。いくらお金持ってても、健康が担保されてるわけじゃないですし。お金もお金持つと今度健康に行く人結構多いですけど。うん。ん。何かしらの不安はありますからね。うん。例えば、その、 まあ、あんまり今ね、墜落事故ってないですけど、飛行機乗った時にね、これ墜落したら大丈夫かなみたいな不安ある人い,いるはずですよ。まあ、多分、多分大丈夫だと思うけども。でもこれ墜落したらおやべえなっていう、このね、フライトするときですよ。ガタガタガタって。あと、着陸するときにガタガタガタみたいな大丈夫かなみたいな。僕もありますからね。飛行機乗るとき。ガタガタ、あ、やべえな。大丈夫かなみたいな。 ああ、よかった、生きてる、みたいな。だってこれ、昔にね、日本は、あの、すごい事故があったわけじゃないですか。んあの、山に墜落したやつ、300人以上死んでるわけですよ。坂本九さんもそこで死んだのかな。だかそういう事故あるわけじゃないですか。だから絶対はないし。うん、今、なんだその事故がかなり少なくなってるだけであって、まあ、世界見渡すと、未だに事故はありますよ。飛行機事故って、墜落事故。 だからそのバスケットのバスケットの去年か一昨年まあヘリコプターで死んだのかなバスケットの死んだ人誰だっけなあコビー・ブライアントさんだ NBA のおちょっとここちょっと衝撃でしたけどねコビー・ブライアントさんがそのなんだヘリコプターで多分墜落事故で死んじゃったんですよえあるじゃないですか ありますよ、うん、なんで、うん、生きるっていうことは死ぬリスクが同等にあるし、うん、やるしかないですねだいつ死ぬか分かんないんで、うん、自分の人生をライフスタイルをね実現するために前に進むしかないと早くね早くです早くです 今日からです。今日クリスマスみたいですけどね。関係ないですからね。僕、ぼ僕は。久保さんもクリスマスだからつって動画作ってないのか。作ってますよ。日々。当たり前のごとく。世間がどんなね、どんちゃん騒ぎしようが、やるべきことをやってますよ。淡々と。うん。だけど、あの、稼げてない人はやってないですよね。うん。で、稼げてる人は淡々とやってると。 だこの前、もうびっくりしたんですけど、あの、竹花さんか。あんだけ炎上してるのに、あの動画普通にアップしてますからね、未だに。多分竹花さんまだ、竹花さんだっけ竹竹花さんですよね。多分ね、動画アップしてますよ。やっぱりンゴはい、動画アップしてますね。動画。動画、動画アップしてますよ。うん。 あんだけ炎上しても動画アップしますからね。うん。チャンネル登録もねへ、減ってるけど動画アップしますねだに。1万人以上減ったんじゃないですか。2万人とか。チャンネル登録。だけどね、そう。あの、タギアナさんのコメントがオープンされてたんですよ。で、勉強になりましたみたいなコメントついてましたからね。うん。 やってますすごいなと思いますけどね。<laughs> まあ僕もどんな状況になってもや,りやるっていうことは変わらないでしょうね。まあ、久保さんが今年、なんか名古屋で、なんか、脱臼かなんかしたんですよね。確か名古屋かどっかで転んで。それでも動画撮ってましたよ。吉田さんみたいな。<laughs> 多分僕もね、話せれば多分と撮りますし、どんな状況でも。うん。でも稼ぐってそういうことですからね。 まあその、例えば、37、まあ今はちょっとコロナなんであれかもしれないですけど、まあちょっとね、熱があったとしても、リポビタンで飲んで、風邪薬飲んで会社行くじゃないですか。そうじゃないですか。今日大事な会社の、大,大事な会社のプレゼンがあって、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、それに向けてね、プロジェクトで準備してて、ちょっとの熱でね、休みますか休まないですよ。ドアがいても行きますよね。 多分38度出てても多分行くと思いますよ。その会社で大きいプロジェクトをやるっつって準備してて。今日それ発表だったら。僕は行きますけどね。うん。うん。そんなもんじゃないですから。<laughs> はい。行ってらっしゃい。